ドウダイラ、林道県上峰七重線、七重峠、林道萩平笠山線から定峰峠を経由して奥武蔵グリーンラインに戻ってきました。奥武蔵グリーンラインではいきなり猿が現れ、バイクを止めて周りを見ると20匹ほどの猿の群れの中に入っていました。以前から行ってみたいと思っていたブナ峠にやってきました。このブナ峠からの林道はブログや YouTube で見てとても面白そうに思い楽しみにしていましたが、通行止めでした。近くの飯盛峠に行ったところ、そこから林道があったので入ってみることにしました。林道入り口は2つの道が出ていますが、左の登っていく道は電波塔へ行く道です。ですから右に下っていく道に入っていきます。
この先は草や枝が多く住むのが嫌になりましたので戻ることにしました。荒れている林道でしたが、それはそれで楽しく走れました。このぐらい荒れている方が走りがいがありますね。奥武蔵グリーンラインの散策はこれぐらいにして帰宅しました。